クレイ・グイダは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。イリノイ州、ラウンドレイク出身。ジャクソンズ MMA 所属。元ストライクフォース世界ライト級王者。クレイ・グイダとも表記される。打たれ強い顎と抜群のスタミナを持ち、挑発を振り乱しながら、フルラウンドを動き続ける。UFC に出場するまでは、大工で生形を立てており、ニックネームの ザカー・ペンターはこれに由来する。総合格闘家のジェイソン・グイダは実刑。ハーパー・カレッジ時代はレスリングで、ジュニア・カレッジの全米王者となった。2006年3月10日、初代ストライク・ホス世界ライト級王座決定戦で、女子・トムソンと対戦し、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。 2006年6月9日、ストライクフォース世界ライト級タイトルマッチで、ギルバート・メレンデスと対戦し、1から2の判定負けを喫し、王座陥落した。2006年7月21日、初参戦となったシュートで、遠藤雄介と対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本負けを喫した。2007年6月26日、UFC72 で、タイソン・グリフィンに1から2の 判定負けを喫した。ファイトオブザナイトを受賞した。8月25日の UFC74 では、マーカス・アーレリオに2から1の判定勝ちを収めた。2007年12月8日、ザ・アルティメット・ファイター・チーム、ヒューズ・ VS ・チーム・セラ・フィナーレのメインイベントで、ロジャー・ウェルタと対戦し、3R にチョークスリーパーで1本負け、敗れたもののファイトオブザナイトを受賞するなど、 2007年最高と称される名勝負となった。2009年1月31日、UFC94 でネイサン・ディアスと対戦し、2から1の判定勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2010年3月21日、u f c オンバーサス、ベラ・ブイエス・ジョーンズで、シャノン・グ・ジャーティに、片方目で一本勝ち、サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2010年8月7日、UFC117 で、ハファエル・ドス・アンジョスと対戦し、ドス・アンジョスが顎を負傷し、タップアウト勝ちを収めた。2011年1月1日、UFC125 で、コメタカノリと対戦し、アール終盤にギロチンチョークで一本勝ち、サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2011年6月4日、ザ・アルティメット・ファイター13フィナーレで、 WEC 世界ライト級王者のアンソニー・ペティスと対戦し、グラウンドコントロールで優位に立ち3から0の判定勝ち。2011年11月12日、UFC オン・フォックス1のライト級王座挑戦者決定戦でベン・ヘンダーソンと対戦し、0から3の判定負け。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2012年6月22日、 UFC オン FX4 でグレーメイナードと対戦し1から2の判定負け。試合後ダナホワイトからこれはダンスではないと言われるなど関係者からグイダの取った消極的な戦法が批評を浴びた。2013年1月26日フェザー級転校初戦となった UFC オンフォックス6で日置初と対戦し2から1の判定勝ち。 2013年8月31日、UFC164 でフェザー級ランキング1位のチャド・メンデスと対戦し、3R にパウンドでキャリア初の TKO 負けを喫した。2014年4月11日、UFC ファイトナイト、ノゲーラ・ VS ・ネルソンでフェザー級ランキング12位の川尻達也と対戦し、3から0の判定勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2014年7月26日、UFC オンフォックス12でフェザー級ランキング12位のデニス・バミューデスと対戦し、リアネーキドチョークで一本負け。2016年6月4日、UFC199 でフェザー級ランキング12位のブライアン・オルテガと対戦し、膝蹴りで小負け。2017年6月25日、UFC ファイトナイト、キエーザ・ VS。 B で階級をライト級に戻しエリック国と対戦。マウントポジションを奪い続け3から0の判定勝ち。2017年11月11日 UFC ファイトナイトポイ VS ペティスでジョーローゾンと対戦。右アッパーでダウンを奪い、パウンドで TKO 勝ち。ありがとうございます。